イヴァン・ナミロ・コレドバ・セプルベダは、コロンビア・メディジン出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。コロンビア代表では、長年キャプテンを務めた。デポルティボ・ボリオ・ネグロでキャリアをスタートし、1996年に、コロンビアリーグで、当時6度の優勝を誇った、アトレティ・コナシオ・ナルへ移籍。1998年には、アルゼンチンの CEA3、ロレンソであるマグロへ移籍し、 1998から99シーズンには DF ながらも6得点を記録した。2000年1月、レアルマドリードや AC ミランのオファーを断って、イタリアのインテルナツィオナールミラノへ移籍。マルコ・マテラッチとセンターバックでコンビを組み、インテルのセリエ5連覇を支えた。2005年のコッパイタリア決勝では、コンフェデレーションズカップに招集され、不在だったキャプテンのハビエル・サネッティに代わり、 キャプテンマークを巻いて勝利に貢献しトロフィーを掲げた。2009から10シーズンからはルシオの加入やワルテル・サムエル、クリスティアン・キブなどの存在もあり、ローテーションで試合に出ることが増え、毎シーズンよりも出場機会が減った。2010年2月11日、パルマ F c 戦においてインテルにおける公式戦出場記録が411試合となった。 この記録は、ジュゼッペ・ベルゴミ、ハビエル・ソネティ、ジャチント・ファケッティに次いでインテルにおいて4番目に多い、出場記録である。2012年5月5日、2011から12、シーズン限りでの現役引退を表明し、翌日の AC ・ミランとのミラノダービーが、ホームでのラストゲームとなった。シーズンを通して、リーグ戦4試合にしか出場していなかったが、 アンドレア・ストラマチョーに監督は出番を与え、84分から出場し4から2での勝利に貢献した。現役引退後は、インテルのチームマネージャーに就任したが、2014年9月25日に、双方同意のもとで契約を解消した。1997年に、コロンビア代表デビュー。カルロス・バルデラマが代表から引退すると、キャプテンに就任した。 首相として臨んだ初めての国際大会であるコパアメリカ2001では全6試合で無失点に抑え、決勝のメキシコ戦では自ら決勝点を挙げ、コロンビアを史上初となるコパアメリカ優勝に導いた。インテル、ベテランのコルドバは今季が在庫ダッシュ g o a l トコム2 0 1 2年が積む以下現役引退のコルドバがインテルのマネージャーに就任。 新たな冒険が始まった、サッカーキング2012年7月9日、インテル、チームマネージャーのコルドバ氏との契約解除を発表、サッカーキング2014年9月26日、コルドバのサンシーロでの夢 -UEFA.com2005 年4月6日。ありがとうございます。